新型コロナウイルスの影響で収入が減った夜の街で働くシングルマザーらにボランティア団体が食料を無料で配布しました。埼玉県川口市で行われたイベントにはキャバクラなどで働くシングルマザーらが集まり、支援者から寄せられた弁当や菓子など68人分が配られました。収入とかもかなり減っちゃって、もうゼロに等しいです。ありがたいです。このイベントは新型コロナウイルスの影響で収入が減った人たちを支援しようと始まったもので、参加するボランティアの中にも夜の街で働く人たちがいます。私自身も支援を受けたことがありましたので、自分にできることがあればと思って。食料の配布は今後も月1回のペースで開催される予定です。